古川学園中学校、高等学校は、宮城県大崎市古川中里六丁目にある、男女共学の私立中学校、高等学校。通称は、古学だが、年配者には、旧校名の通称、古称の呼び方が馴染み深い。2003年4月に、古川商業高校から、古川学園高校と改称。2008年に中学校を設立しながだか一貫校となった。 2007年12月に高等学校必ず、理修科目未履修問題が発覚、普通科進学コースで6科目をしている。平成26年3月に、第1期生が高校進学コースを卒業し、東京大学理科3類に1名、門科3類に1名を出している。高校の部活動は、普通科総合コースと、情報ビジネス科の生徒が参加できる。 普通科進学コースは部活動に参加できない。中学校は部活動がない。他に吹奏楽部、硬式野球部、男子卓球部、女子ハンドボール部、男子バスケットボール部などが競合として知られる。主な行事には、学園祭、スポーツ大会、体育祭、50キロ競歩、大学見学会、スキー教室などがある。現役選手引退選手、指導者、関係者。 ありがとうございます。